はい、こんにちは。お元気でしょうか。どうしてますか、皆さん。暑い日が続いてきておりますが、しっかり食事をして、野菜や、そしてタンパク質をしっかりとって、油はどうですか。僕はもうココナッツオイルと魚の EPA、DHA で自分のバランスをとっているわけですが、皆さんはどうしてらっしゃるんですか。さあ、前回ね、ゲルソン療法のことをお話ししましたね。ざっとお話をしました。でゲルソン療法のね、要っていう意味はですね、人参ジュースだけ飲んでればゲルソン療法なんではありません。これはね、もう20年ぐらい前の話ですけどね、日本からアメリカのがんコンベンションっていうのに、僕は毎年行ってますから。でね、日本からもね、あの時ね30人ぐらい行ったのかな。そして、興味のあるドクターもね、何人かその30人の中に入ってたんですね。で、これはあの三重県の方のクリニックをやってる院長ですけどもね、ゲルソン療法やってるってことで、でたまたまね、ホテルのエレベーターのところでね、ゲルソン療法のあのマックス・ゲルソン博士のお嬢さんのシャーロット・ゲルソンさんと、それから息子さんのハワード・ストラウスさんとばったり会ったわけですよ。で会ってね、でこのドクターは日本で、ゲルソン療法やってんだって話をして、でドクターが話し始めたわけ。そしたらね、コーヒー館長のことになったの。そしたらね、いや、コーヒー館長はそんなやってないんだって言ったらね、そしたらハワード・ストラウスさんとシャーロット・ゲルソンさんは、違うと、コーヒー館長やってなかったらそれはゲルソン療法って言わないんだってわけ。おーっつって、もうエレベーターの前でね、1時間のロングランですよ。ロングの講習会が始まっちゃってね。皆さん、今日はコーヒー館長。これは皆さん、肝臓の解毒のためなんです。肝臓というのはね、肝腎要というじゃないですか。肝臓がしっかりしてたらね、免疫なんてそんなに落ちないんですよ。これを食べたら、これを飲んだら免疫上がるなんて言ってますけど、そんなの嘘。嘘って言っておきます。僕は肝臓をしっかりしていた上でそういうことやったら免疫上がると思いますよ。で、免疫上がるっていうのは正しい言い方じゃありませんね。免疫の調整能力が高まる、必要に応じてちゃんと高まるってことが大事じゃないですか。その肝臓の解毒、肝臓ってのはもういろんなものが来ていろいろ解毒してるからね、そしてそのためにタンパク質からビタミンからミネラルからいっぱい必要なわけですね。で、その肝臓を解毒するためにこういうことなんですね。肝臓がありますよね。で、コーヒー肝臓っていうのは便が出た後ですよ。便を出すためじゃないんですよ。便が出た後、コーヒーを、このコーヒーをですね、約1リットル体温ぐらいまで冷ましたやつをお尻から入れるわけです。お尻のこの肛門のところからね、こうやってね、腸がこうあるじゃないですか、こうやってね。で、ここにね、横になってここにコーヒーを約1リットル入れるわけ。そして15分ぐらい我慢するわけです。で、最初から我慢できませんよ。もう最初はもう2、3分でおーなんて感じになりますから、だから、あの、最初はね、失敗しちゃうこともありますから、お風呂場にスポンジのマットでも敷いてね、そこでコーヒー館長、コーヒー館長やるバケツがちゃんとありますから、そういうバケツを持ってやればいいわけです。で、毎日やってますとね、このコーヒー成分が、ここが門脈ってのを通して、肝臓にね、門脈ってのが行っていて、コーヒー成分がここから入っていくわけですよ、肝臓に。そうするとここでガーッとこう解毒が、あの、血流が良くなるわけですね。そして良くなったものを解毒するように、解毒するようにですね、ここから胆脳の方に、はい、解毒されたものが胆管を通って小腸のところへ出てくるわけね。ということで、
肝臓の解毒で引っ張り出すわけですね。なのでね、こういうことなんです。コーヒー肝腸をゲルソン療法では1日5回やってるんです。1日5回ですよ。僕が最初にメキシコの病院に行った時はね、1日4回でした。1日4回。9時、3時でしたね。当時は。で、だから夜中の3時が一番大変だったみたいですけどね。途中で寝てるの起きてやらなきゃいけないじゃないですか。で、肝臓の解毒のためね。で、今5回やってるそうです。もうちょっと詰めて。で、5回やってる意味はね、ここからどんどん門脈から入れて、コーヒー肝腸でもって出していく。出してきたものが、また小腸で吸収されないように、どんどん出さなきゃいけないでしょ。だから、3、4時間おきにやって、引っ張り出しちゃうわけですね。というふうにやっていくとね、何が違うかっていうとですね、ここが整ってくると、肝臓の解毒がうまくいき始めると、痛み、モルヒネを使わなきゃいけないような痛みがね、さーっと引いていく。本当に楽になる。患者さんのね、それをやられた方たちの顔がね、本当にね、穏やかになってね、そして痛みがない、なくなってくるとね、頑張ろうって気が起きてくるじゃないですか。というね、患者さんにとってもそう。それから、ヨーロッパでは、ファッションモデルのモデルさんたちがね、このコーヒー肝腸やるんですね。なんでやるの？肝臓を良くするということはね、肌が綺麗になるらしいんです。だから美容のために、だからエステティックサロン行くんだったら自宅でコーヒー肝腸。やったら1日2回ぐらい、日曜日の日にね、2回ぐらいやった方がいいと思いますね。そういうことなのでね、コーヒー肝腸をぜひやってください。そして痛みを止めて体の中をクリーンにするためにね、このコーヒー肝腸をやってください。慣れれば簡単です。慣れないうちは大変です。最初の頃は大変ですけれどもね、ぜひね、コーヒー肝腸で、コーヒーの豆は無農薬のコーヒー豆を使ってください。無農薬のやつね。さあ、肝臓を元気にしてね、肝心な自分の健康づくりね、高めてください。では次回はね、コレステロール、血圧っていうね、このことをちょっとお話ししたいと思いますね。はい、では次回のために、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、近所のおじさまおばさま、コレステロールや血圧で悩んでる方いたら、ぜひこれ見せてあげてくださいね。では次回お会いします。ありがとうございました。